나마미타불 아이고. 放射線治療で癌がある程度は取り除けるって医者に言われたんです。治らんのやろ。どうせ死ぬのに無駄な金使わすな。最後ぐらい面倒見てくれてもええでしょう。あのババアが死の方が生きようが知ったこっちゃあるか。本当の嫁さんやないか。誰に向かって物言うとるんや。治療費出したってください。知るか。金がないんやったらわしを見のろうて必死で働け。自分一人で稼いだんか。え、俺らをこき使うだけこき使うて一銭もよこしたことないやないか。お母の治療費ぐらい出してくれても構わへんやろが。高田三笠幕のボケ。ファイトで行こう。
やるしかのないんか。みっちな。ガキなんぼひねりで好きじゃ。歳なんぼじゃ恥さらしな。お前んとこの家族は呪われたチバンじゃ。呪われたチャジか。悪い血が流れとるわ。おい、おい、おい。マサオのボケはいつ俺に金返す言うてた。聞いてません。ほら、ほら、聞いてへんのかこのボケ、ほら。おめえの弟だからない金出してやないか。借りる時だけ暮らしやがって、連絡一つよこしてないよ。高卒のくせに偉そうしやがってよ、お前。マサオに言うてください。マサオに言うてください。マサオに言うてください。ほら。言うとけちゃうやろ。おい、おい、お前の弟ちゃうんかこら。アパート借りるお金貸してくれへん？やめときやめとき。婦人服の仕立ては無理でもヘップのミシン踏みの仕事ぐらいはあるやろ。マキちゃんにおもちゃでも買うて、ちゃっちゃと帰りや。お父さんに似てきたな。うっとこには悪い血が流れてるんかもしれん。あんなね、じゃあ世の中そんな甘ないで。家戻んのが一番ええって。暴力振るわれたかて親父に比べたらへでもないやろ。それでのうても子供の頃から死ぬ死ぬ言うて煩わしゅうてかな。死ねるもんやったらいっぺん死んでみんかいな。
マサオちゃん二階2000円、4000円、これでまくってやるわ。まれだろじゃ。静かにしてくれんか。にぎやかに花子を送り出してるんじゃ、ほっとけ。もしのお前が客の相手せんでどないすんや、ギボン。僕の心情も察してくれませんか。花子はあの女ってこれから男で一つで娘育てなならんのです。姉ちゃん追い詰めたんはあんたやないか。マサオ、花子は己の借金苦にしとったぞ。姉ちゃん、あんたとは離婚するつもりやったんや。ええ加減にし。チャイノルン、俺がマニグだ。お見えになるんやったらお迎え行きましたのに。誰や、おのれ。ヒボンです。花子のナンピョンの。花子、花子、アボジが来てくれたぞ。花子、アボジが。花子、なんか言うてくれ。なんか言うてくれ、花子。わしの娘どこや。チャイノルン、聞いたしかにしとくなあれ。目の前におるやないですか。どこや、どこやった、どこや。俺はわしの娘出せ。ええ加減にしてください。しょうもない念つけるんやったら帰ってもらえませんか。出さんかい、こら。頭おかしいやろ、チークサットやないか。なるほど。あっ、やめてください、やめてください。あっ、このカラーやめて、やめて、なるほど。
しの娘どこや。エミや、立たれへん、足しびれ、立たれへん、いっぺん死んだらへん。死にや。金どこやった。今度またいつ倒れるか分からへんやないですか。うちが預かってますから心配せんといておくれやす。保険しやがって、ぬっそあんたの金はうちらのもんや。はい、死ねそこないが、うちを舐めたらあかんで。せいせいした。
あんな、工場が潰れる前にわしの金返せ。そうせんとお前殺す。なんやそれ、落としとんのんかい。手形も入れて何年も高い利子きちっと払うとるやないかい。寝ぼけたこと抜かしとるとそうせんぞ。こっちが500万、こっちが半分の450万、紹介料が50万、合わせて1000万わしによこせ。手塚山の家土地つけたる。そこに大山のおめこぼけが若い女囲うとる。よしお、まだまだわしは宝の山持ってるからな。ええ仕事頼むで。誰ですか、あの親父。バケモンや。わしや大山じゃ。おら、どこ行った。こら金本、どないやっとんじゃ。おとれに渡した手形と先を持ってヤクザが乗り込んできたんじゃ。諦め、一旦極道と約束交わしたらどうもならん。約束破ったわ、おとれやろ、このボケ。わしを国道に売り上がってこの腐れが。早う帰って金の工面せんかい。難攻に沈められると。匂うやろ、この部屋。あんまり足運ばんでもええよ、新規。暇ですよって。うちも恥ずかしいし。放射線で真っ黒や。
呼んでこようか。呼ばんで。大変でしたな。醤油とろけろ。やっぱり呼んでこよう。기관님楽しみました。止まってくれ。あんな、お前があちこち協賛こさえた借金肩代わりしてある。よかったな、マサオ。おやさんはちゃんと息子のお前のこと考えてくれてる。新義兄さん、悪いけど商売の邪魔なんですわ。わざわざここまで足運んだやないか。話ぐらい聞かんかい。ほんなご自由に。わしの下で取り立ての仕事手伝え。働いて働いて借金返せ。おやさん、この際マサオにみんな任せたらどないですか。マサオにみんな任せて、マサオに面倒見てもろて。お前もその方がええと思うやろ。こいつにわしの金預けられるか。息子を信用せんで誰を信用するんですか。あかんあかん。あんな、全部わしの言う通りにせえ。わしの目の黒いうちは何も許さん。わしの金はわしのもんや。こんなもんに沢田さん、アホらしいとやってられんわ。さっさと帰ってもらえんかな。お前しかおらんのや、マサオ。今まで好き勝手やってきたんやないか。死ぬまで好き勝手したらええやろ。マサオ、前へ。お前は、お前は金春平の息子やろ。それが親父と会った最後でした。
その後、親父は貞子に産ませた息子龍一を連れて北朝鮮に渡ったと新義兄さんから聞きました。ドイツ製二色吊り自動製飯器5台、自家用車5台、2トントラック5台、セイコーの腕時計100個、衣類、靴、日本円7000万円。あれほど執着した財産すべて北の共和国に寄付して親父は海を渡っていったんです。どっちにしたかて、親父は最後の最後まで自分勝手な生き様を全うしたっちゅうわけです。